2년目답게. 저도 2년目です. お 待たせしました. 2년目. 津波を 間近で見たわけですよね. 故郷に帰れてない人とかいるわけじゃないですか. パチンコで保証金使い果たす気? うちは農家だよ. 他の仕事なんかできるか? 俺さ、この仕事好きなんだよね。生きてる感じするよ。もう一遍付き合えないかな。離してください。好きな人とデートしてることが大事なんだって今になってやっと少し分かったよ。